今頑張ってる君へ伝えたいことがあるんだ。たとえどんなに苦しくても君の心強くあれ。やったシングルが組まれなくて、たとえ名古屋のこの小さなリングでも試合していただけるだけで嬉しいです。 IWGP ジュニアを巻いた人間、8冠7冠のベルトを巻いた人間というのは今でも憧れです。今日はありがとうございました。Come on!
ボッコボコショップで潰してやるな。それまで待ってな。